ザ・ハウス・オブ・ザ・レッドには、セガが1998年に発売したアーケード用ガンシューティングゲーム。セガの AM1 県制作のザ・ハウス・オブ・ザ・レッドシリーズの2作目である。年代期では3番目の作品にあたる。アーケード版は新規版、ナオミの第1弾タイトルとして発売された。1999年に移植されたドリームキャスト版は日本国内では、 シリーズ中最多の23万本を売り上げた作品でもある。派生作品のザ・タイピング・オブ・ザ・デッドとゾンビ式英語力蘇生術イングリッシュ・オブ・ザ・デッドもこの項で述べる。キュリアンテ事件から1年と数ヶ月後の2000年。キュリアンテ事件とゾンビの存在は公にされず、AMS はキュリアンテ事件同様の惨事の再発を防ぐため、 事件原因や関係者の調査を進めていた。だが奇妙な事件が、イタリアのベニスで発生。現地でキュリアンテイ事件の関係者、カレッブ・ゴールドマンを調査していた AMS エージェント、G との連絡が途絶えてしまう。そして同年の2月26日、AMS エージェントのジェームズ・テイラーとゲイリー・スチュワート、ハリー・ハリスとエイミー・クリスタルは、G と接触するため、 アメリカからベニスに派遣される。だが、そこで、ジェームズたちが見たものはゴールドマンが放ったゾンビが、街中に溢れ返り無差別に、市民たちを襲うという、キュリアンテイ事件を上回る惨劇であった。制作者はゴールドマン。今作ではファンタジーに登場するような中世風の外見をしたものが多い。本校では今作に登場するゾンビを紹介する。 今週マーバンのソフトに収録されているモードで、敵の配置などはアーケードモードと変わらない。ゲーム開始前にアイテムを持っていくことができ、そのアイテムによって様々な効果が得られる。散弾銃、グレネードといった特定のアイテムを使わない限り手に入らない場面もある。ステージ中様々なアイテムが落ちており、それを入手することで次回以降のプレイで使用することができる。 アイテムは一度使用すると消費される。アイテムの入手方法は様々で、壺、木箱等の背景物を打つと出てきたり、市民を救助することで入手できることもある。コンシューマー版に収録されているミニゲーム。海外では、パリセイズトイズより、アクションフィギュア化されており、ラインナップは、ジョニーブエール、ケンモウラー、ハイエルファント&、シギョ、ストレングスの4種類が発売された。 また、シリーズ化の予定もされていたがキャンセルとなった。第2弾のラインナップは、ボブジャッジメント、ジャッジメント、マジシャン、前作のボスであるチャリオットの4種の予定だった。ザ・タイピング・オブ・ザ・デッド筐体、ザ・タイピング・オブ・ザ・デッドは、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドにオベースとしたタイピングソフト。最初に登場したのはアーケード用だったが、ドリームキャストやプレイステーションに、パソコンに、 多数のモードを追加し移植されている。主人公たちは巨大なドリームキャストもしくは、プレイステーションにおせ負いキーボードを構えており、それを武器にして、ゾンビと戦う。ゲーム開始時にかな入力とローマ字入力を選択することが可能。登場する各ゾンビの前には、文章が表示され、その文章をパソコンのキーボードで入力することでゾンビを攻撃、一定時間内に、 文章すべてを正しく入力できれば、ゾンビを倒せる。このゲームは、アーケード版が初出だったこともあり、ローマ字の設定が不要となっている。他に、ゲーム中に、プレイヤーのレベルに応じて難易度を、リアルタイムに、上下させるという、ザハウスオブザデッドに譲りのランクシステムも、採用されている。他のタイピングソフトは出題される単語、文章は同時に一つであるのに対し、 本作では同時に2つ以上出題されるのは常となっており、出題されている単語、文章の先頭の文字を打つことで、その出題文が対象となる。だが、その簡単の出題文の制限時間も刻々と減るため、必然的に速さが求められる。これは、ガンシューティングゲームをベースに作成した結果ではあるが、結果としてゲーム性を高めると同時に速さも求めるため、 ゲームを楽しむ過程でタイピングスピードを格段に上げる効果を生み出すこととなった。タイピングする単語、文章は、オッカーなど、シリーズとは無関係のものが多い。この項は、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドにをベースに作られた作品のみ、紹介する。評価ライターのミスノ・ナオヒコは、4gamer.net に寄せた記事の中でタイピングゲームのシステムを、ハウス・オブ・ザ、 デッドシリーズに当てはめるアイデアに驚いたと評価しており、目の前にゾンビが迫るという状況と出題内容の差に思わず吹き出してしまったと振り返っている。ゾンビ式英語力素性術、イングリッシュオブザ・デッドは、Nintendo DS 用英語トレーニングアクションゲーム。ゾンビがタイピングラリアットザタイピングオブザ・デッドを 英語学習用にアレンジした内容となっており、次々現れるゾンビが持つパネルに書かれた言葉を英語に訳し、タッチペンで書いて倒していく。トレーニングモードやボス戦だけを行うモードもある。設定は2と同様だが、一人プレイ専用のため、ゲイリーは一切登場しない。ただし、ある条件をクリアするとエイミーが使えるようになる。2008年5月29日発売。 現在はアーケードゲームをセガインタラクティブがコンシューマーゲームをセガがそれぞれ承継。全世界累計では Wii 版の The House of the Dead 2&3 Return が1414,103本の販売を記録している。The House of the Dead ゲー,ムデー,タベース。m e d a 2015年4月7日閲覧。The House of the Dead 2&3 ストーリー本作のみ救出できる生存者の中に 子供が存在する。G や、ズイールのセリフから察するニク・アールの攻撃。DBR コーポレーションのアンデッド計画を調査していた G が情報を書き込んだ手帳。2&3 リターンでは説明書や公式サイトのデザインにもなっている。元は弱点であった右下腕は黒いが、筋肉の拍動に合わせて赤く変色はしない。ABCD The House of the Dead に参考式サイト、プレイヤー紹介。web.archive.org セガ2020年5月12日閲覧。ビジョントイズハットアンリリースドアクションフィギュアスハット AB ミスのナオヒコ。The House of the Dead が好きだ。最新作が待ち遠しいので、元周の最前線を走り続けたシリーズ作品を振り返ってみたい。 w w w 4 g a m e r n e t アイタス2020年8月2日閲覧セガ名作再びゾンビだフリックオブザデッドゾンビを倒していたらフリック入力がうまくなってたでござるファミツーアップファミツーアップ2020年8月2日閲覧ヤマ連載 PC ゲームを持ち出そう第47回は NDS 用ソフト ゾンビ式英語力蘇生術、イングリッシュオブザ・デッドを紹介。www.4gamer.net アイタス2020年8月2日閲覧。ありがとうございます。